はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キクリンです。今回もテーマに沿ってお話しさせていただきたいと思います。今日のテーマはこちら、こんな上司は嫌だ。こちらもね、ランキング付けを3位までさせていただきました。ぜひ最後まで見ていてください。こんな上司は嫌だ、これもね、結構ランク付けって難しくって、じゃあこんな感じになっております。これランク付け難しいっていうか、多分1位しかあんまり思い浮かばなくて、まあそれも結構ねお話しさせてもらってるので、これが来るだろうなとは思うと思うんですけども、とりあえず第3位です。もうこれは嫌だとかいうか、もう人間的にどうなってんだっていう感じなんですけども、仕事中に居眠りをしている人、上司は部下に見本とならないといけない。疲れてはる、まあ、そんなことは理由じゃない。上司だから結構デスクワークとかも多分多いとは思うんですけども、何人かいたんじゃないかな。デスクワーク中にパッてこう見たら、同じ空間にいるわけじゃないし、ちょっとなんか離れた事務所だったりとか、ちょっと部屋が違うみたいな。ひっくりそのデイサービスとかしかないんですけど、ほぼデイサービスなんですけども、そのデイサービスでも隣の部屋だったりとか、敷居があってとか、同じ空間じゃないから、そんななんかしょっちゅうずっと女子の顔を見てるわけじゃないんですけども、だからこそなのかな、ちょっとなんて油断してるのかな、その上司の方とかも。結構なんかこう、デスクワークしてはる、なんかこうやって。寝てはる方がいました。でもね、そういう時ひぐりはどうしたか、最初ちょ待ってってなりつつ、一回だけこんな感じの上司がいて、眠たいんですかか寝てるんですかかなんか聞いた時に、考え事してるだけみたいな言われた時があって、そこまで嘘つくって、まあ、そこでねちょっとね、まあそれでも許せないけど、なんか冗談っぽくね、あごめんちょっと昨日寝れてなくてみたいな感じ言われたらね、苦笑いかもしれないけど、ちょっとねこうやって言えたのに、なんか恥ずかしくないのかなってすごく感じました。この話ちょっと長くしてもね、あまり面白くないかもしれないので、第2位に行きます。第2位、知ったかっていうのかな、なんていうかな、知ったかではないけど、まあまあそんな感じ、知った顔する上司。あまり現場とかを見てないのに、結構管理者の方とかで経験がなくてもねされる方とかもいらっしゃったりとか、まあ、資格も管理者になるためにどういう資格が得るのかもわかんないんですけども、そういうねお勉強とかは多分されてるとは思うんですけども、経験とかなくされてる方もいらっしゃいますし、またはいろんな施設での経験を経て自分が上に立ってされてる方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方ですね、変にいろんな経験されてきた方っていうのは、前はこうこうこうだったかみたいな、だからこうだと思うみたいな、いや一人の人を見ていろんな経験のもとでこういうのもありますよっていうのはわかるんですけど、こうだからこうみたいな、ちょっと知った方は違うのかな。すべてなんかそれって、まあ、経験あるなしにしても、すべてもう教科書通りのもとにみたいな、してる人な気がするの。こう書いてるから、こうでしょみたいな。こうやるのが絶対でしょみたいな。そういう感じの人。やっぱり人間って一人一人違いますし、同じ病気だったりとか、同じ転倒の仕方ありましたってなったとしても、体への出方は一人一人違うし、同じご病気でも一人一人こう症状の出方も違うから、こういう風にするのが基本でも、イレギュラーなこともありますっていうのが教科書じゃないですか。なんかもうそれの通りしかできない。自慢げに前はこうだった。っていう人はあんまり好きじゃないかもしれない。前は前、今は今。そうそう、よそはよそ、うちはうちみたいなのと一緒で、あなたがもともと働いてた施設はそうかもしれないけど、今あなたがいるのはここの施設なんですよっていうのをすごく言いたくなる。だからまあここでのこうやり方だったりとか、考え方だったりとか、どうしていくかとかを今いる職員の人とかと考えてほしいなってすごく思う。違うかな、そんな感じでございます。はい、じゃあ第1位。これはね、もうね、よく言ってるんですけども、現場を見たい、そして意見を聞かない上司。結構現場見ない人って多くって、デスクワークを中心。まあ、それはね、書類関係だったりとか。現場人間にはできない仕事とかもたくさんあるとは思うんです。それは本当に承知の上だし、自分はできないからそこに対して何も言わないし、まあでもね、それが管理者だったりとか相談員さんだったりとか、そういう方々のお仕事だったりはするので、あれなんですけども、だからといって現場を見ないにはつながらないし、何かあった時に私たちが相談するのは相談員さんだったり看護師さんだったり施設長だったりっていうね、管理職といいますか、役職についてはる方々に結構相談させてもらったりはするから、そういう時に、あ、
〇〇さん、そういえばあの時ああだったよねって、ああいうこともあったから今回じゃあこうしましょうっていうね、意見を求めてるわけじゃないですか。けど現場を見てない人だったら過去何があった全然答えられない人が多い。で、なんかもうたまたま最近見たことに対しての状態を話した上での回答をくるみたいな。いや、じゃないでしょ。じゃないですよね。その全ての時間帯を見ろっていうわけじゃないし、見れないことももちろんあるから、時間帯によってとか契約をしないといけない日だったりとか、見れない時間は多いから、そうじゃなく、全ての時間をじゃなくって、もうちょっと現場の声だったり、状態だったりとか身を聞こうとしてほしいなってすごく感じます。キクリンが今までこの、まあ、8社ぐらい勤めさせていただきまして、現場を時間があるときは見つつ対応してくれつつ、プラス、まあ、ご自身のねお仕事もいっぱいあるのにそれもこなしつつ、現場の声意見を積極的に聞いてくれつつ、無理なことは無理でね、全部が全部受け入れるわけじゃないけど、まあ、それを一旦こう聞いてくれて、正しいじゃないけどこうこうこうだからダメなんですよ、あ、じゃあこうしてしみましょうっていうね、素敵なご意見をちゃんと言ってくれた上司は発射中、じゃあ一社だけですね、一社だけ上司としても多分キッコリーの中では多分最高だったんじゃないかなってすごく思います。皆さんがこうついてくる上司だと思います。まあ、でもそんな人って発射中1社しかなかったっていうのがあるので少ないんだろうなってすごく思う。そんな感じの人は上に立ったらもうね、さっき言ったようにキッコリンにはできないお仕事わからない業務だったりとかもたくさんあるので全然楽じゃないと思うし、それはそれですごく大変だと思うんですけども、こうなんかもう自分はここの長だからじゃないけど別に現場動かなくていいみたいな感じでね、思ってはる方もなんかね、少なくはないと思う。積極的に現場に入ってみよう、その人の状態、体のことを知ろうっていう人はね、出会ってきた会社があんまりよろしくなかったのかわかんないけど、少なかった気がします。なので、ぜひ、この動画を見てくださってる管理者さん、相談員さん、接長さん、社長様は、わがままなね、声とかももちろんあるけど、めちゃくちゃ無理ある声、聞いてくれるからめちゃくちゃなこと言おうよじゃないけども、自分本位なね、声とかもあると思います、現場のね、人によったら。それはそっちの仕事でしょ、みたいな感じでね、言うあの部下とかもめちゃくちゃいると思います。けど、まあそういう人たちはまあ置いといて、こうしてほしいですって、こうやったらどうですかっていうね、声とかはぜひ耳を向けてあげてください。あとは現場をねもっともっと見ていただけたら嬉しいです。それでどうしろってわけじゃないけども行動だったりとか上司の背中を見て部下は頑張れるのでまあそれがなくても頑張れるんですけども、やっぱり女子についていこうって思うような職場が一番だなってキクリンはすごく思うので、ぜひ忙しくない時は現場に入って現場の人間の声耳かけらむけてください、お願いします。ということで、ぜひね、ちょっとでも共感していただいた方はいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンの方お願いいたします。そして、キヨキヨさんのチャンネル登録もお願いいたします。次回の動画でもお会いいたしましょう。神々ね、ごめんなさい、バイバイ